どうもチャップです。フォートナイトをプレイしていきたいと思います。ということで今回はですねマグマについてのしょうもない動画なんですけれども、やっぱりねシーズン8と言うたら火山、シーズン8と言うたらマグマということでね、このマグマの上をね歩くことによってね高速移動できるっていうね、そういうまあ誰でもしてそうなねネタをしていきたいと思います。はいこのマグマに入るとですね1ダメージを着地するごとに取られていくんですけども、その代わりね高速で移動できるんで、敵に見つかってほんまにやばい時とか、もう1ダメージを犠牲にしてピョン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 ね、高速で動くバッタとかコオロギ、まあ、言うなればねGですよ、黒光りする G みたいな感じでピョンピョン跳ねて逃げることができるんで、皆さん面白いからやってみてっていう動画でございます。マリオがさ火山に落ちたらあーちゃちゃちゃーとか言ってお尻熱くて飛び跳ねるでしょ、それをイメージしてください。まあ、言うなればねもうほんまマリオになれるんですよ。フォートナイトとマリオのコラボみたいな感じ、ちょっとイントネーション変になりましたけどね、はいということでね、見といてください、皆さん。ほら、これ1ダメージ食らうんですけどね、ほら、すごい、待って、ノーダメージじゃん。火山の坂んとこ、ノーダメージやったんですね、滑るとこね。それ知らんかった。見てください、ほら、ほら、1ずつ食らってるでしょ、バウンドするごとに。ただ見てください、1ずつ食らってるけど、この速さ。めちゃくちゃ速いでしょ、こんなに速く動けたら、どんだけ楽しいねんというね、これがあれですや、マグマの上の高速移動ですよ。崖の上のポニョみたいな感じ、マグマの上のマーマンっていうのがねジブリで公開される予定なんでね、ここにバウンサーがお手たんでしょうね。最後に皆さんここもう一回滑りましょうか。ここダメージ食らんかったびっくりしましたよね。それだけ見ときましょう。おーノーダメじゃん待って、ジャンプするよりもこっちの方がネタ的にはいいですね。はい、ということでですね、皆さんにはマグマで飛び跳ねるバッタマーマンをね存分に楽しんでもらったと思う。まあいつみマリオにもなったし、マグマでダメージ食らうことも分かったし、高速で移動することも分かった、全てが分かった動画ですね。すごいボリューミーでございますってことでね、まあ1キル頑張って取ってあわよくば優勝を目指していこうというね企画でやっていきましょう。あとは1212121、あなるほど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 なって結構いらっしゃいますやん結構んこっちには誰もらんのかな。もうちょっとあんまり近づかんようにしてパーってアイテム回収だけ終わらして、まあ1人ぐらい生き残ってくれるでしょう。その1人を僕が確実に倒せばもうあれですよ、もう見せ場終了ね。1キル1キル終了よ、1キル KO、 チャップ最強インフィニティって言えますから。ハンティングライフル落ちすぎかそんなにハンティングライフルばっかりいりませんやん、そんな僕には扱いきれませんやん。ということでじゃあ一回行きましょうかね。モンハンですよ。タラララン、タラタンタン、敵はどこにいる、いないわー。ということで、え、待って、全然おらんやん。え、しかもなんか、撃った音もせえへんかなと思ったけど、あ、おるぞ、普通に。ダーン！おー、あ、建築早い、建築早いぞ。ん？これは普通に降りようか。お？あ、これは変な建築でやられる可能性がある。ま、これやられる可能性がある。危ない。これが危ないんですよ、皆さん。ここでシュッてやって。お、出てきた、出てきた、出てきた。お、待って、なんかしゃがんでる、しゃがんでる。危なーい。でも待って、これ結構、ここ敵の人、あ、回復アイテムあんのか。これ早く回復しよう。ん？大丈夫か？ん？誰かおらん？お、大丈夫？なんかワープしてない。あ、なんか変な、あれ？なんか人造人間来てる？人造人間。人造人間の意味がわかんないけど。まあ、とりあえずね。厳しい戦いに打ち勝てましたということですね。さあ1キルして動画の見せ場もできたん で、あとはあここ弾とかも全部取り張ったんか、素晴らしいですね。上もあさられて、えじゃあ横の家におる、なんか結構だって人おらんかったっけ、みんな案外ばらけたんか、何人かいらっしゃったぞ。ほなんかおるか、あれでも取られてない、え特に音もしない、あれどこ行ったんでしょうかね。平和になりましたね、皆さんもうやられたんか、あれ別にほんまに全然あれですよね、いじられてないということはこれはもうなんかラッキーやったのかなまあいいや、ということで、まあ、1キルできたんでね、あとはゆっくりゆっくりもう地味に地味にほんまバレんように密かに生きていきましょう。もう誰のもう悪いこともせん、もう誰も僕を見ないでっていうぐらいね密かに生きていきたいと思います。ハンターハンターの密かみたいなね、めちゃくちゃしょうもないですね。ひそか、あ、何か、あ、みたいな、あ、チャップの実況なんなんみたいな感じ。全くよくわからんけど、これね、しゃがんだりして入れない、うまいこと入られんのかな。あ、入れましたね。いつもここね、潰さな無理なんやと思って、ちょっとなんか残念やなと思ってたんですけど、意外といけましたねっていう、どうでもいい状況。あ、それとね、
もう今思い出したようにね言うんですけれども、僕いつもなんかあれですよね、同じとこに降り立ってますよねなんか僕が降り立つ場所が決まってるみたいなね、なんかそんな気がするなって今ねふと思ったわけでございますと、ハンティングライフルがやばいんですよ。誰ハントすんねんって。モンハンやけどさ、フォートナイト言うなればモンハンですよ。敵を狩るというね、モンスターハンターチャップなんですけど、今はそんな人狩りする気分ではないなーいうことで、敵の人は大丈夫かな、これ上登られへんのか一人でピョン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 飛んでね、まるでマグマの上をピョンピョンしているようだということで、あ、ロケアンの弾とかあったんか。これハンティングライフルショーン、まあいいか。じゃあどこ行こっかな。この辺ちょっとうろうろして、なんかおるやん、普通におるやん、普通におるやん、めっちゃおるやん。あの人頑張って倒しましょうか。びっくりしたやん、そんな誰、なんか鳥がいましたよ、鳥が。鳥は、鳥、なんか見え、あ、宝のそれか。それ取られた、やばい、取られた、やばい、早めに倒しとこう。よーしこれはラッキーですね。宝箱開けてくれたんかな。これは僕素晴らしくラッキーじゃないですか。まさに漁夫のリーやみたいなね。ほんまチャップのリーが発動してしまいましたね。あ、しかも宝の地図、あ、半開け、あ、半開けやラッキーということでさ、 OK でーすと。はいはいはい、あ、でもショットガンはいらないからな。ちょっと待って、これ大丈夫かな。まあ、誰もおらんかなということで堂々と飲みましょうかね。皆さんあかんで、ほんまこんなことやったら僕いつもやられるからね。今日はまあいいかなって感じ。もう多分いけるやろうという、まあ、95% いけるやろみたいなね。まあ、僕 5% でやられるような男ちゃうっていうの皆さん分かってますやん。ほらほらほら、いけましたやん。正直めっちゃビビってましたけどね、これやばいんじゃないと思いましたけど、いけましたということで、まあここのアサルトライフルもか、これいらんな。ダブルアサルトでいきましょうか。これとこれでして、これでして、はい、これでめちゃくちゃ弾撃って、ヤバなったらもう敵の人制圧すると。あと、でもあの金のショットガン、もし敵の人に、ね、近くにおる人に取られてね、襲われて僕負けるっていう可能性があるんで、ちょっとショットガンはなかったことにしましょうかね。ちょっと隠蔽しますわ今から金のショットガンなんてなかったんだ作戦しましょうか。はい、はい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 、木材などなど、弾などなど、ありがとうございますと。はい、弾もありがとうございますと。ここぶち破ります、こんにちはって。あれ、あー、宝の地図とかないんか。なるほどね。じゃあまあ何もないかな、何もなさそうなんですよね。これだけちょっと封印しておきましょうかね。こうやってタンってやって、タンってやって、完璧やん。なんか要塞ができましたよということでね、僕は旅に出たいと思います。お、すげえ、なんかすごいですね。久しぶりにあんな見たわ敵おらんよな、びっくりしたな。よし、じゃあ何かあるまでね、またちょっとね僕休憩するんでね、皆さんね少々お待ちくださいませ。あ、やっぱいましたよね。なんかおるかなと思ったらいますやん、シンプルに。あ、待って、建築を見せてるぞ軽く。ちょっと待って、やばい、この建築バトルに勝たなければ人生は終わるぞ。待って、お、待て、結構高いとこまで来るやん。あ、待て、結構た、あ、どっか行ったぞ。あれ、どこ行った、あれ、あ、待て、あ、僕の乗りも、僕の乗りも、僕の、それ僕らやん僕の乗りも、パクられだパクれだらやって感じますしね。僕の勇敢な乗り物がパクられました。あそこに泥棒がいますよ。盗んだチャープのボードやん、めちゃくちゃ乗ってるやん、あの人だけは許せん。ということでね、ここまで来ましたと。ん、あ、そこ行った、あ、どこ行った、ちょっと待って、当たらんねんなこれがまだなしかも地味にダメージ受けるっていうね。どっか行っちゃいましたね僕。あれ、あ、あ、飛んだ、あれ、わからん、なんか知らんけどどっか行ったっていうということでね、皆さん僕の乗り物が盗まれてしまったっていうね、どうでもいい回でした。しかも嵐のオーディションも入れそうですね。安心してください、まだ生きてます。おっと、待って、普通に今私撃たれましたよねなんか、おー、なんかあれ、なんかおるかなと思って、あれ止まってんのかなと思ったら普通に弾をぶち込まれてましたけど、あれ、あ、あれ、どっかいたぞ、あれ、
僕今、あ、そこ上行ったんか、ここの人、ここの人、ここの人ね、めちゃくちゃね、パパパン打ってきてね、ここまあパパトライスなるやんって思いましたもん。あ、窓開けてる、あ、そこにもおる、あれ窓開けてるな、あ、閉めた、降りたの、まあよくわかんないですね。でも気球が来てるから気球ちょっと欲しいなって思ってはんのかもしれませんね。私じゃあもらいましょう。ちょっとね、上ばっか見ててやられるっていうなそれが怖いんですが、ここやったらいけるかな。じゃあ早くあれを落下させてね、アイテムだけもらって僕は逃げましょうかね。かっさらいましょう。そこですね。んでもね、そのほんま、あの家の中でね、おるんですよ。3匹の子豚のさ、レンガで家作ったみたいなさ、3匹のね、あ、ほら、窓開いたでしょ。こんにちはって窓開きましたやん。そこ女知ってるんですって。そんなもん知ってます、知ってます。知ってます、知ってます、知ってます。ん？あ、待て待て、ロケランやん。こんな強力な武器を手に入れていいのか、私は。これこっちの方がいいな。待てよ。で、これ弾取って逃げましょうか。おー、すごいいいの手に入りましたね。ちょっとボーンって一発プレゼントしましょうか。シューって、潰れてるやん狼に3匹の子豚の家潰されてるやん。ということで3匹のチャップということで、まあ、ちょっと頑張って優勝狙っていきましょうか。噛んでますしね。ちょっと待ってくださいね。おー、ちょっと待って、ボーラ出てくる、ボーラ出てくるのか、それ。え、出てけえへんやん、出てけえへんぞ、どっか行ったぞボーラボーラ急に出てきてびっくりしたやんあ、焚き火だ焚き火だ、チャップパーティーできませんでしたやん。焚き火使おうと思ったらボーラーがいきなり出てくるっていうね、何のドッキリやねんいう動画でしたね。まあでもなんか特に何も動きないんですよね。なんか強そうな人おるなーって僕はねビビって見てるだけなんですよねじゃあもうちょっと、いや、もうカットしゃんでいいかな。もうカットなしでいきましょうか。あと僕除いて5人か、特に後ろにもいないと。じゃあまあちょっと頑張ってみます、頑張ってみましょうか。うん、ちょっと喋ってみます、いろいろ、わら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 ーんってね、わら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 ーんって。うん、でも特にいない。これは、え、生きてはりますよね、そこ。生きて、待て待て待て、おお待て、おお待て待て待て、おおおい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 、おとなしくしてくださいということで、待て、これちょなんか、あ、待て待て、この人と戦ってもいいんですけど、どこ、お、結構、お、待て、結構上まで行きはりますやん。これはもう、あ、ここパーンって潰してちょっと降りてきてもらいましょう。ここで挨拶しましょう、こんにちはという、はい、こうやってこんにちはと、はい、降りてきてくださいと。中ダメージ入るんちゃいます。あ、あ、それあんのかよ、それあるの、その空飛ぶマシンあるんや。で、これで降りてきてもらって、ん、ドーン、外した、これを外すチャップのクオリティ、これもガンガンいきましょう、ガン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 、はい、ほい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 と。ん、待て、あえて、待て、うお、怖い怖い怖い、ちゃんと建築した方がよろしいんじゃない、なかろうか。うお、ちょっと待て、なんか怖い、何の攻撃や今食らったん待て、ちょ、早い、待て、早い、え、建築お化け、もしかして、え、待て、建築お化けの視点やんこれちょっと待って、僕しかもあれがないんですよ。もしここでね、落とされちゃうと体力的にあのランデブーってなっちゃうんで、シュ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 ッと、シュ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 、はい、シュ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 ッと、忍者のように、はい、忍者のように、チャップ忍者のように、ん、あ、飛んでた、あ、あ、痛い痛い、やばい、これ、おっぷねーロケなーってよかったやん、いうことなんですが、ちょっと待って、でも体力がない、こっからの連戦がやばいぞ、ん、目の前におるしなー、これ、建築お化けがおったからね、もうその時点でね、僕はどぎも抜かれてるんですよ。あと何、あ、そこにいらっしゃるのか、あ、でも無理や、僕やばいなこれ、あ、ちょっと待って待って、木材出すの間に合ってないやん。はい、ということでですね、頑張って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 戦ったんですけどね、負けるのはあけないという人生でした。はいということで、まあそれは置いといてですね、まあ、溶岩で遊べたのは良かったですよ。溶岩ピョン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 飛んでダメージも受けへんし、いつもマリオになれるっていうことも分かってもらえたんで、僕はもうそれだけで満足ということにしときましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。